目を開くとそこは町のようだった。町、町って。一瞬記憶が錯乱するが、町は町だ。それ以上でもそれ以下でもない。私、未熟な自分は大嫌いです。いつも逃げ出したいし消えてしまいたいけれど、皆さんがいるからもっと生きようって思うんです。教会でお話ししましょう。きっと心が落ち着きますよ。よし、ちょっとくらい辛くても頑張らないとね。同じ屋根の下で暮らす以上コミュニケーションは基本だろうが。このマッチョ W なディザさんが部屋を用意しておいてやるぜ。わからないようだから言ってあげる。おせっかいなんだよ。余計なお世話、筋肉バカ、お前がデカすぎなんだよ。私はリアンナと申しますわ。ナリリシャちゃんを困らせるような真似だけは許しませんわ。男のくせにうるうる言わない。僕に残っているのはリアンナだけなんだ。君の瞳は100万ボルト。うるー。僕の大道芸できっと楽しくなるよ。風邪なんて引かないよ。僕結構頑丈なんだ。俺も何もわからないけれど、君を守るよ。きっと俺はそのために来たんだよ。ナリリシャは渡さない。エルフレイム、ジャッジメント。本作では迫力満点のコマンドバトルシステムを採用。闘技法。全キャラクターに固有のスキルが存在し、必殺技には専用カットインが実装予定。ドラゴンバスター。参戦キャラクターは全部で6人。超連続攻撃。組み合わせ次第で新しい戦い方を見つけ出しましょう。ノスフェラート。ストーリーを追う中でプレイヤーはいくつもの選択に迫られることとなるでしょう。鬱陶しい。あなたが選択を間違えればストーリーは悲劇的な末路をたどることになります。ナリリシャを傷つけるのは良くないよね。全くその通りですわ。あら、泣くの？ガキはすぐ泣いて鬱陶しいわね。泣いてないです。ごめんなさい。ああ、うざい。そうやって可愛こぶって。ナリリシャもうざかったけど、あの子は一応聖女だし、まあ病人を治すところは役に立ってるわよ。でもあんたは何なの？何もできないクソガキのくせに、リアンナに気に入られてるからってトールにまとわりついて、なんならここで死ぬ。死ぬのはお前よ、クソ女。ティーナさん、怪我はありません？このボスのことだからきっとこんなことをするだろうと思いましたわ。正しい選択肢を選び、より良い結末へと導きましょう。リアンナ、気持ちはわかるけどそんなことを言っちゃダメだよ。どうしてですの？セフォーさんはナリリシャちゃんの味方ですわよね。味方だよ。だからこそナリリシャが悲しむようなことは言いたくないんだ。ごめんなさい、ナリリシャちゃん。ナリリシャちゃんは一生懸命やってらっしゃるのに、私水を差してしまいましたわね。ああ、ありがとう、リアンナちゃん。あの女はたまにここに捨てられたものを漁り、人に騙し打ったりしているのですわ。そのうち死体候補ですわ。ああ、ダメダメ、リアンナ、それはダメ。わかってますわよ。でも、さない程度に戦っちゃうかもしれませんわ。ストーリーを進行させると思うままに探索できる自由時間がやってきます。ナリリシャ、いつもご苦労様。いいえ、私こういう毎日楽しいからいいのよ。ナリリシャは素敵だよ。僕もね、ナリリシャみたいな大人になりたいな。ティーナは今のままで十分素敵よ。ナリリシャがそう言ってくれるってことは、僕素敵かも。女の子らしい服装のティーナか。うん、可愛いよ。そうかな。なんだか自分じゃわかんないな。
私のお下がりとかはいかがかしら。きっと似合うと思いますわ。えへい、なんだかいいねそれ。僕、お姉ちゃんができたみたいだよね。お気に入りのキャラクターに会いに行けば新しい一面を見せてくれることも。お兄さん、お疲れ様。あれ、ご機嫌だね。そう、普通だよ。ぬいぐるみ、気に入ってくれた？え、うん、まあ、普通かな。癒されるよね。まあね。あの、それで二人は一体何が？いや、それがさ、聞いてくれよ。こいつが逃げるから全速力で追ってたら、予想外に急に疲れたとか言って止まりやがって。そしたらこの筋肉バカが思いっきりぶつかってきて、びっくりして魔力が出ちゃって。それがすげえ痛かったっつってんだよ。僕だって痛かった。俺のはちょっとぶつかっちまっただけだろ。お前のは軽く体が麻痺したんだよ。わざとじゃないって言ってるでしょ。だからごめんって言えば許してやるって言ってるだろ。僕はこのやたらイケメンな顔かな。で、どうやって協力させていただきますの？頼んでみようぜ。大道芸をやってみたいって。リアンナは味覚がずれてて、リアンナの作る料理の方がどうかしてるから大丈夫だよ。あら、毎日食べてるくせによく言いますわね。リアンナの作ったものじゃなかったら食べてないよ。あ、そう。リアンナの味覚ってずれてたんだね。いや、最初はこの部屋必要ねえなって思ってたんだけど、今はだいぶ需要あるな。ディダさんたちからすると3人増えたんですよね。かなり増えたな。エロ本混ぜてやろうぜ。ダメです。誰か入ってるかな。ちなみにお風呂のドアは修復不能なレベルで鍵が壊れています。当たり前ですね。ナリリシャ、ナリリシャ、綺麗だな。あの、その、出て行ってほしいな、なんて。キャー、減ったよー。わーなんてな、ノックくらいしろよ。君はセフォーじゃないよ、そうでしょ。ビーリラ、ナリリシャめ、捨てたんだ、全部捨てたんだぞ。お前が捨てた罪は深い、償え、ナリリシャ。ごめんなさい、殺してしまったこと。僕、本当は一人で生きてる方がずっと楽だって思ってた。ニー、今助けてあげる。その女、私がぶっ殺してあげるわよ。やめろ、やめろ、やめろ、君を殺せよ。関われば必ず迫害される。誰の邪魔をしなくても。僕にどうしろと言うんだ。てめえが本当の黒幕なんじゃねえか。ディーザさんはこの人を殺そうとした。俺だって殺されたようなものだ。お前たちは俺を裏切った。うん、1という表現は少し曲解かもしれないね。例えば0を無として1を生み出された時の形としておこう。どういうこと。ずっと一緒だよ、どこにいたって。死なないで、お願い。壊れないと思うよ。もう壊れたじゃないか、ビーリラは。うるさい。あなたはとても頑張った。でも何かを間違えてしまったの。ビーリラ、さようなら。これでお前もマッチョ W だ。あの、今夜一緒に、やっぱり何でもありません。この